ニート、ニートしっかり、しっかりしてニート。じゃあこれで突如現れた塔へ出発しましょう。はい、入っていく。悪夢の塔。こんな場所絶対進んでいきたくないもん。怖っ。行くか。靴に石が。それはトントンってやっといたら出せると思うよ。ここ薄気味悪いね。なんだか空気も湿ってるし。怖いの？まさかそんな。本当はちょっと怖い。正直だ。わかりやすすぎやしね。絶対嘘つけん感じやん。初音ミク姫助けて、早く帰ろうよ。キャンディーさんが満足げ。本音を聞けて満足。急げー。まあ、多分みんな大丈夫かなって感じやけどね。はい、じゃあ。おう、違う。それじゃあ上へ向かいます。目が覚めてきた。もうこういう怖い場所ではさすがに眠くはならんかな。ふい、それじゃあ、うおー。気合で突き進んでいく。どっちに進む？上に行こう。かけっこ始め。かけっこだとしたら私は何位なの？ 3 位に。はい、開けます。ゲーム券を3枚ゲット。もうでももうすぐ着きそうな感じ。お腹減っちゃう。まあね、お腹減ったらね、集中もできんくなってしまうけんね。食べておかねば。それはヤデを見つけました。いいね。デュワデュワ。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて超機嫌になっちゃう。おはようございます。お、さっちゃんが一人。当然続けますよ。それじゃあ、料理をお任せで。愛も変わらず。どうすか？ん？ダメだったの？そういうことかい。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。パンの衣が欲しいです。パンの衣、名前よ。あ、でも手に入りそうやんね。なんか料理でパンに衣つけよるみたいな。お、やったー。パンの衣って要はパン粉よね。ゲット、景品、パンの衣ゲット。さあ、そしてこれはキャンディーさんに。キャンディーさん結構格好変わる。どうかな。じゃあとりあえず、はい、オッケー。かわいい。かわいいよ。そしてお小遣い、違う、お小遣いで、お、買えるかな。これはモアイのだが買える。買ってきてください。モアイのだがを買ってきた。手に持とうか。怖いけど、だいぶ怖い。怖いけどね。はい、そしてはい、次の冒険へ出ていきましょう。さあ、進んでいくぜ。お邪魔します。行くか。調子がいまいち。もう怒らないで、聞いてあげて。明治ゴブリンやってきたよ。ゴブリンがたらたんに
メガネをかけてるだけだと思うけど。みんなのために歌います。お、いいね。盛り上がってくれる子たちはいいと思うよ。落とすか。いくよ、ジャンプ切り。いいね、手応えあり。よし、オッケー、当たった。当たらんと思っとったから。無事でよかった。はい、そしてキャンディーさんレベルアップ。一番最後に入ってきたはずやろんな。逆にこうキャンディーさん追いつかせよう追いつかせようと頑張りすぎて頑張りすぎて第10弾はダメだった感じかな。全速前進。どっちに進む？下に向かおう。行くぜ。開けます。超ゴーレムステーキ。ネズミチーズが美味しそう。ネズミって言った。ベッドが恋しい。まだまだだね。結構頑張ったね。あ、そして私がレベルアップ。アリナレベルアップ。とりあえずね、前の人の背中についていったら無事にたどり着けるから。大変なのは一番最初の人。道が全くわからないから。とりあえず料理、はい、お任せでどうぞ。 MP アップ、魔力アップ。お、いいね。そして違う違う、お任せ。どんだけ食うんだ。はい、ゲームコーナーでルーレット。鉄の鎧が欲しいです。はい、スタート。あ、しかし黄色マスはだいぶ狭まっている。大丈夫か。あー、これは抜けないね。 A クラスか。ペア旅行券 A クラス。でもこれさ、なんかこの真ん中におる顔的に、その、何何こう、帽子と服とか武器とかやったらサングラスを外すんやけど、旅行券の場合さ、なんかめっちゃ不敵な笑みみたいな感じやん。やけん、やっぱり、やっぱり旅行券よりは武器防具とかの方がいいんかなっていう感じするよね。え、待って、これ、あ、そっか、ペア旅行券か、武器じゃないんか。どうしよう、この人。はい、キャンディーさんは一緒に行く相手がいない。いなかった。ペア旅行券を金券ショップに売った。まあでもお金になるのはいいことだ。1000ゴールドゲット。結構な値段やね、しかも。それじゃお小遣い。マッチョの衣、お、来たよ。マッチョ、マッチョの衣を買ってきた。さあ、これで、どうかしら。緑で行こう。よし、あと一人なんか欲しがっとる子おったけど、さっちゃんか。いける？ハートのコーデ。あ、足りない。全然足りない。何もいけない。はい、それじゃあ出発しましょうか。もちろんこのメンバーで。行ってきます。はい、これで、奥へと進んでいきます。行くかー。転ばせないでなと思った。どっちに進む？じゃ、これは下に進んでいこうかな。朝ごはん美味しかった。今。これがいつかちょっとわからんけど、今。あー、あれ
怖い。真っ暗で何も見えない。みんなどこ行ったの？左を探してみよう。どう？誰かいる？おお、みんないる。待って、何してた？二人二人で何してたの？怪しい。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。いいね、仲良く行こう。日本とそれな、私もそう思うよね。やっぱ仲いいの大事。はい、下方向へ。転ばないで大丈夫。そこめっちゃ気にしてくれるやん。はい、開けます。650ゴールドゲット。さ、表で見えとった宝箱、宝箱見えてなかったのかな。よし、いけ。アイアンにいいとこ見せたい。見せてください。もう一番最初の最初の子は一発でいけるようになったんやね。さすがすぎる。みんな愛してるよ。あー、やめて。あー、意地悪になってしまった。くそー、また足引っ掛けてきたりとか、うわー、しますよね。信じられないっていう顔してるけど君もだよ。堪忍袋爆発。愛の鞭や、愛の鞭、しっかりして。バシ、自分を守る。お、ラブ&ピース、かわいい。ムカムカがすっきりした。お、マジでよかった、よかった。お、どんどん仲間の盾になっていく。余裕だね。お、初めての指揮行動、挟み撃ち。挟み撃ちだ。二人で協力し合って。いいね、そこ同時にいかんのやね。こっちが攻撃して、こっちも攻撃してみるみたいな。勝てたね、なんとかね。でもちょっと手こずってくるようにはまたなったかなっていう気がする。はい、宿屋。この世界の宿屋はどこでも経営してるから本当にすごい。確実に敵の巣窟であるであろうこの洞窟の中でも。めちゃくちゃね、経営をうまいことやっているから。はい、それじゃあ料理をお任せで。の、いいね。やっぱり悪魔のケーキは大丈夫だよね、さっちゃんは。美味しそうに平らげているわ。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。泡立て、ま、あ、もう泡立てっていう言葉とマイクっていう言葉が合わんもんね。泡立てマイクかペア旅行券 A クラスでいきます。ほい、で、行きますって言われてもって感じだけど。選ぶわけじゃないけんね。お、これは。ペア旅行券 A クラス。それじゃあ。あー、さっちゃんも一緒に行く相手がいないのか。ペア旅行券を金券ショップに売った。しかし1000ゴールドになるのは結構助かる。はい、それじゃあ、それじゃあ、あ、そっか、お小遣いはどうしようかな。みんな服だな、これぴったりやん、マジで。じゃあハートのコーデだけ買っておこうかな。ハートのコーデを買ってきた。さあ、そしてこれも黄色にしていく。
そうっすか。そしてあと1602ゴールド。お、アイナが鉄の鎧を買っておいで。よし、ちゃんと合ってるな。この切羽詰まっとる時にね、違うのを買ってこられた時のあの絶望感。ピンクで行く。ピンクの甲冑とかもめっちゃ可愛い。はい、それじゃあもうお金が足りないから、よし、ここで出発していくか。行きます。女性アイドルの服コーデを6種類集めよう。達成。どんどん増えていく。はい、そしてここ一番奥かな、とりあえずこのフロアでは。行くかー。いいや、大丈夫、酸素薄い、もしかして。地下なんか分からんけど、洞窟の中やから。あ、お、ニート。初音ミク姫。うおー、お、いた顔。初音ミク将軍、めっちゃ可愛い顔しとるやん。やばいやばいやばい。姫の顔返せ。じゃ、そんな効果がない。なんて美しいの、肉体美、自分の肉体美に惚れてるってこと。ちょ、ニート、大魔王様にいただいた顔返せー。この子たちは顔をもらうまでは生きてないの。どういうこと。もともと野生動物とかかな、やけどなんか顔をつけられたことによってみんな自我が芽生えつつあるみたいな。怖い。ニート、ニート、しっかりしっかりして、ニート。よし、行くぜ。みんなでニートくんの敵を撃とう。ハサミ撃ちだ。いけいけいけい、いいね、いくよ、ジャンプ蹴り。いやー、えい、いいぞいいぞ。よし、ちゃんと回復をしないと。あー、みんな愛してるよー。ここでも忘れないファンサービス。もう一度行動はずるいと思います。まああるけどね、こっちも。HP バナナを頬張る。そんなに体力なかった、さっき。あんま気にしてないけんな。もぐもぐ、 HP バナナを頬張る。お、鉄だよね、ありがとう。まだか、まだいけないのか。あ、でもどうやろ。どうやろうな。あーは、女の子同士とはいえ、女の子を盾にするなんて絶対いけない。お、初音ミク将軍を引きつける。えらい。しかし、いけない。お、キュアー。もぐもぐ。さらってやけどね。怖い。よし、キュア。アイナの方がヤバくない、さっきまではヤバかったんかな、ユカさんも。お、もう一度行動。まだか、結構粘るね。だいぶ思ったより強いね。HP バナナがないな。ちょっと借りるね。あー、勝手に人の
堪忍袋爆発。しかしそんなことももろともせずに HP バナナを頬張る。強強すぎる。おおおお、サッチャの人気が落ち着いた。人気が落ち着いたっていうのもなんかあれやけど、アンコール。おいけいけ。どうすか。よしよしよし、いい格好させない。なんでなんでなんでそんな恨まれてる私。なんかしたっけな。ありがとうございました。やっほー、ボーナスケーキ。お、やった、プラス250。じゃあこれはどうしようかな。私に入れておこう。どうせ上がらないから。おー、うわー、我が忠実なる部下をやってくれたな。必ず報いを与えてやる。覚えていろ。うははは。そしてあのちょっと悟りを開いたような顔で去っていく感じ。大魔王アスマは東の方に飛び去った。ニート、助かりました、ありがとう。僕はやっぱりダメでした。そんなことはないよね、真っ先に飛び出してここまで来たもんね。でも姫が助かって本当に良かった。うんうんうん、姫のところに戻りましょう。さあ行きますか。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。